はい、おはようございます。今日から悠々白書2格闘のショーというゲームをやります。あ、かっこいい、かっこいい、クラマかっこいい。え、これスーファミなのにちょっと綺麗じゃない？綺麗だよね、後ろにある絵が。レイガーンで、これね、あのね、格闘ゲームみたいです。はい、10分くらい前にこれが格闘ゲームだということを知りました。よし、1994年私が小学生かな、多分それくらいの頃のゲームだと思います。じゃあプッシュスタート押してみよう。始まった、開始。桑原とトグロが戦ってる。桑原負けるよね、トグロに。あれ、スキップしちゃった。今のデモ画面。あ、今のデモ画面だったんだ。あ、かっこいい、クラマ。よし、じゃあプッシュスタート、スタートボタン押しました。はい、モードセレクト、ストーリーモード。これ格闘ゲームで、私は説明書を持っていないので、コマンドとか全然わかりません。どうしよう、ストーリーモードでいいのかな。オプション、不良少年浦飯祐介は、今オプション選んだ。そう、浦飯祐介、交通事故から子供をかばったことで命を落とした。序盤ね、全然ね違うんだよ、話のノリが。予定外の祐介の死に戸惑う霊界であったが、コエンマ大王の息子コエンマは霊界探偵として働くということを条件に祐介を生き返らせた。そう、タヌキとかね、遊園地女とか助けるんだよね。生き返ることのできた祐介は自由を満喫していたが、そこへ祐介をライバルとする桑原が現れた。マジかよ、桑原ライバルなんだ。今日こそ誰がナンバーワンか思い知らせてやるぜ。私コマンドわかんないの。ちょ待って、なんかちょひどい、桑原。待って、赤が蹴るね、赤が蹴る。パンチは蹴る。黄色も蹴るね。あ、下蹴るなんだ。下のボタンは蹴るです。ってことは、あ、上の2つがパンチ。え、何、今私攻撃したの？上ボタンがジャンプで、どうしよう、私格闘ゲームなんとかなんとかジオしかやったことないっていうか、うん、負けちゃった。あのウェイトレスさんがね戦うね、なんとかジオとね、あとねスト2もねちょっとやってたんだけど、あんまりいっぱいはやってない。やっぱ俺様がナンバーワンだぜ。くそ、ざけんな、今度こそ負けねえぞ。これ何回戦えるの？あ、ほいコンティニューやり放題ね。蹴ってりゃいいんじゃね。これさ、壁はめとかさ、スト2できたよね。あ、壁はめできないんだ。コマンドわかんない。コマンド全然わかんないけど勝てた。蹴ってたら勝てた。
ちゃんとユウスケの声で決め台詞出るんだ。霊力って何？体力 HP だよね。残り HP だよね。ちょっと強くなるのかな？勝ち進むと。ざっとこんなもんよ。へ、今日はこれくらいにしといてやるぜ。ユウスケは霊撃の霊ガンを使えるように言った。霊ガン使えるんだ。霊ガンは桑原と乱暴な再会をしたユウスケに霊界探偵として最初の指令が下った。その指令は霊界より妖怪に盗まれた三大秘宝ガキ玉暗黒鏡フォーマの剣を取り、あ、これあれだ、あの南野修一くんがさ、ママ助けるためにどうのこうのだよね。修一くん病院にいるんだ。すまないが今はこれを渡すわけにはいかないんだ。やめよう、死んじゃうよそれ使ったら。力ずくでも取り戻してみせるぜ。誰が戦うか、どうしようえ、さっきユウスケ使ったから桑原一馬行ってみっか。よくわかんないからさ、コマンド。とりあえず蹴っとく？ローズウィップ出せよ。あ、強っ強っ、クワバラ強っ。ああ。ごめんね。クラマごめんね。私クラマのこと好きなのに。え、これ一回勝てばいいの？スト2は3回戦まであって2回戦手だったよね。ボーナスもらった。え、クワバラ強い。俺様の力を思い知ったか。頼む、今鏡を持っていかれたら。ダメだよ、鏡使ったら。あ、そう。南野さんを助けるためなんだよね。暗黒鏡は満月の夜に願いを言えば己の命と引き換えに願いを叶える鏡。母親のために命を投げ出すというクラマに心を動かされたユウスケは自らの命を鏡に分け与え、クラマと母親両方の命を見事に救うのだった。クラマが仲間になった。お、クラマ。何これ、なんて読むの？ローズウィップでいいの？コーマの剣のヒエ。秘宝がすでに2つもユウスケに奪われたことを知ったヒエは、ユウスケの幼馴染のケイコをさらう。秘宝を渡せというヒエの要求に、ユウスケらは町外れの倉庫に向かい、ヒエの望み通りに宝を渡す。だがケイコはコーマの剣で妖怪にされつつあった。救うにはヒエを倒し彼の持つ解毒剤を奪うほかはない。え、なんでヒエ盗んだんだっけ。クラマ使おう。あ、クラマの方がでかい。よし、蹴ってやれ。あ、桑原の方が蹴りやすい。桑原の方が足が長いのかな。今ヒエガードしやがった。ね、ローズウィップどうやって出すの。だいたいさ、格闘ゲームってさ、ぐるんって回しながらパンチだよね。ぐるんぐるんパンチ。あ、出た。下回転させながらパンチだ。あのね、今ね、下ぐるんとパンチ Y ボタンでやった。
強いクラマでもケロンだったら桑原一馬の方が切りやすいな。よし、経験とかもらった。これポイント貯めるとなんかあるのかな。どうやら勝負は俺の勝ちのようだね。クソ、この俺が貴様らごときに負けるとは。これちゃんとさ、比叡っぽく喋った方がいいの。三大秘宝を無事に取り戻したユウスケに休む間もなく指令が下された。でもこれさ、それっぽく喋ったらさ、すっげー寒いよね。霊光波動拳という技を使う限界が奥義を伝えるために広く弟子を募るという。その中に奥義を盗み、それを使って人間を殺すという極悪な妖怪が紛れている。その妖怪を見つけ出し倒すのが指令だった。比叡を加えたユウスケらはその期待に見事に応える。だがそのためにユウスケは霊光波動拳の奥義の継承者に選ばれてしまうのだった。前回の有無を言わせぬ厳しい修行が今始まろうとしていた。これかなり駆け足で進んでるね。蛇王炎殺煉獄章、蛇王炎殺煉獄章と蛇王炎殺黒竜派は別物だっけ。あ、蛇眼使うのが黒竜派だ。誰使おう。カズマがね、なんか蹴りやすい。ほら行くぞババア。え、開幕キックできなかった。跳ねるなよ。蹴りにくいんだが。蹴らせて食えよ。ババアの顔面とか蹴りたくないからさ。足蹴らせてよ。あ、投げ技してくる。やべ。レイガン食らうとすげえ食らう。負けちゃった。やん。やれやれ、先が思いやられるね。くっそ、もう一度勝負しやがれ。え、じゃあユウスケで行こう。ユウスケ、レイガン撃てよ。これレイガン。しゃがみレイガンいける。レイガン撃て。レイガン。レイガン。うん。やべえ。わ、死にそうだった。レイガン出ない。クーンってやりながら、殴るボタンで出るんじゃないの？勝った恨めし。よし。ああ、ババアボコっちゃった。ざっとこんなもんよ。調子に飲んじゃないよ、このひよっこが。ショットガンを使えるようになった。クワバラは霊撃の首位打者剣を使えるようになった。でもコマンドわかんない。ひとまず限界との修行を終えた。ユウスケたちに新たな指令がもたらされた。あ、こいつ懐かしい。こいつ雑魚かったよね、本編で。スザクだっけ。あ、そうそう、スザクだ。こいつ結構雑魚だったんだよね、結局。誰使おう。クワバラでいっか。あ、これコンティニュー4回今、右のさ、人玉の数が4個だったよね。うえ。投げ技どうやるんだろう。
よし、踏め踏め、踏み殺せ。いや、これ近づかないとダメだ。遠くにいるとなんか遠くにいると遠距離攻撃が来る。スザクが勝った。いやダメだ。じゃあクラマのローズウィップで殺す。私ローズウィップできるよ。こうでしょ。ローズウィップ、ローズウィップ、ローズウィップのコマンド知ってるよ。ほれ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 、ローズウィップ。ローズウィップ出せよクラマ。ローズウィップ、ローズウィップ。ローズウィップ飛距離短いの？なんで私投げたの？投げコマンド知らないんだけど。綺麗な花にトゲがある。トリートメントしろよクラマ。よし勝った。総合ポイント加算されるね。あのコンティニュー回数に含まれないのか。あの人玉の数が0個にならなければ。敵ながら見事だ。どうやら私の負けのようだ。キエは霊撃の蛇王演殺剣を使えるようになった。死生児を見事倒したユウスケたちに再び霊界からの指令が下った。あ、ユキナさんだ。ユキナさん助けよう。こいつぶっ殺そう。タルカネ、こいつゴンゾーだっけ。タルカネゴンゾーだっけ。え、トグロと戦うの。やばい、トグロ絶対強い。でもこれさ、あれでしょ、ユキナさん助けるんだったらヒエだよね。よし、行けヒエ。うわ、身長差やべえ。身長差やばいけど、私剣持ってるから、リーチある。これ壁際でやれる？あ、連打ですごいパンチが出る。でもすごいパンチは、リーチが短いから、連打パンチは良くない。てか HP ない。あ、死んじゃった。あ、ユキナさん見てるのに死んじゃった。くっそ。ダメだ。ヒエ。もっと楽しませてもらえると思ったんだが。ふ、命拾いしたのは貴様の方だ。何強がり言ってんだよ。じゃあ、桑原一馬でいいとこ見せよう、ユキナさんに。あ、桑原の方が強そう。足がね、トグロの方が長い。よしよし、はめ。下ガードしたら、立って蹴る。うえぇ、今の技、やだ。待って、序盤私の方が強かったじゃん。あ、でもこれ、勝てる。技食らわなかったら、大技食らわなかったら、桑原一馬でいける。
そう、もう一度勝負しやがれ。マジマジ、もう一回勝負しろよ。ゲームオーバー。マジか。あー悔しい。くそ。じゃあ次回に続きます。